鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか、かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上へ行くってわかるの？何、私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろ。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？いない。じゃあみんなで行くか。親不幸の痛みを分け合おう。みんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。了解っす。聞こえる？ああ。上に行く理由、ビクスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。シンラの？まず無理だ。そこでクラウドの出番。
じゃ、頼むわ。もしかして物足りない？向かうのか。ううん、シャトへお願い。ああ、2人のツーリングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてるし。せっ、やらせんか。クラボ頼む。今しびれる。俺らの出番はなさそうだな。タイムリミットだ。巻き込まれる前に撤退するぞ。了解。どうしたんだろう。ほっとけ、調子に乗る。悪い。
一部とするのだよ、このようにね。タイヤか、安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、あ、最後まで付き合うとも、どちらかが燃え尽きるまでね。それそれ。ジェシー、ハンドルを頼む。え？何の話だ。運転勝手に採点するな。ま、合格っつってもギリギリだけどね。知るか、もっと荒くてもよかったのに。あんたが落ちる。そんなにやわに見える？あ？あ？しっかり捕まってろ。あ、どうした？今、落ちたかも。なんつって。ほら、見えてきた。あそこから行くよ。ここからは歩きで、夜遅いし、もうそこ市街地だから。キッツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムっす。はいはい、お腹空いたよね。ほら、行こう。この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。はあ、さすが。
七番街の社宅地区。うちの親、神羅の人間なの。私、魔晄炉のおかげで大きくなったんだよね。おいでー。行っちゃった。なかなか手ごわいっす。俺の何倍も給料もらってんだろうな。見て、たまにしか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな。ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、わかった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は。明かりがついたらそれが合図。行くか。裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。リクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど自分じゃやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。手紙？パパ、ママ、今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今、ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演、ジェシー。主演？ジェシー。魔晄炉の整備担当だったんだ、うちのパパ。
借りるぞ。たくさん食べてね。こんなことをしてる場合じゃない。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ、ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか？ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。じゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルジャー。え、じゃあ今度はシンラの人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ？ああ。魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっち、あの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか？星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。
魔法の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ。きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にな。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。え？どうやら先客がいるらしい。ジェシーじゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみたいだな。バトルしたけりゃ行ってみな。召喚マテリア持ってたよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に残って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ。しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。
作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。お、おい、あれ。侵入者発見。撃て。
ちっすしただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。私のスピードは どこであろうと変わらない。さあ正々堂々と勝負だ。行け。悪いな。
レッドゾーンまで振り切ってみようか。ラッシュブート行こうか。オーマイフレンド。アクセル全開。やっべ。満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。何をしている？そっちこそ。来い。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客。あれも一応アバランチだ。主球派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。そうね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことかウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ、随分と賑やかなことで。神羅の増援もいるな。
胃が痛え。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないな。ソルジャーにはわかんないか。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶ。深夜の警報で近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視、 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。はっ！襲撃のことが公になれば混乱どころか神羅の恥だ。先の警報については。お疲れ。こっちこっち。後方で通せ。よし、各班配置につけ。ちょっと派手にやりすぎじゃない。まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは？ウェッジ？出ない。俺たちが行く。おい、ウェッジ、大丈夫か？ないっす。撃たれたのか？多分流れ弾っす。お知りたい。どれ。ちょっと何してるの。うわ、無用無用。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペボッス。あ、いい顔。ふん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。にしても本家の作戦に立ち合わせるなんて。現在偶然なの。安全確認のため、自宅待機命令が出ています。本家が動き出したとすれば、速やかにご自宅へお戻りください。さっき襲撃って聞こえたけど。おい、またテロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので自宅で待機。緊急事態だ。自宅待機命令も出ている。ここまで来れば安心。どこに向かってる。危ないです。ついてからに僕が家まで送りますわ。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると思う。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何？なんか怪しくない？ないない。それはピザは食べたいよな。ああ。じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみっす。楽しみ楽しみ。多分ここに。あった。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん。半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんなご苦労様。付き合ってくれてありがとう。それから明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん。よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。
ああ、あ、忘れるところだった。ねえ、あ、危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。ダメだ。厳しいっすね、兄貴。誰が兄貴だ。十分だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。帰れるっす。どうせ軽いやけどだし。いいから案内しろ。兄貴。それはやめろ。こっちっす。ジェシーたちもう帰ってるかな。さあ。二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。ミッドガルを出ていくかで。ここがジェシーんち。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから、変な気を起こしちゃダメですよ、兄貴。あ、念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。男は立ち入り禁止ですってば。スラム住民にもできる魔法炉の秘密の仕事。明日5番街に行く。ほらほらにゃる、バニーパーツ、みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。
怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし、好きにしよう。よくできました。よしよしよし、ほらニャル。そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。ご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。の、分かったから離れてくれ。じゃあ、明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。離れたら来る？明日の夜。はあ、分かった。考えておく。やったー！じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーセ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって、はあ、また爆破があるんじゃないか。明日列車が動けばミッドガルを出ていく。おお、クラウド、無事だったか。ウェッジは家だ。そうか、そりゃよかった。明日は大事な作戦決行の日だ。ウェッジがケツを撃たれたとか言い出した時はどうなることかと思ったぜ。バレットに黙って上まで行って、もし何かあったら合わせる顔がないからな。かといってジシーの様子も変だったから放っちゃおけなかったし。ビッグス、ジシーは今頃爆弾の準備してるんだよな。それって今からやって間に合うもんなんだ。やっぱ手伝いに行った方が。落ち着け。え、悪い、パラシュートでかなり流されてな。なんか悪い前触れなんじゃないかって。ついスラムの心得その1。了解。じゃあな。お、世話になったな、グラード。散歩だ。そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？
ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。うん。帰ってきたって分かったらほっとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でもいつまで持つか。合流しよう。うん、いけるな。もちろん。店まで急ぐぞ。かける。よし、それ。
見せてやる。正直に叩き込む。終わりだ。注意しろ。じゃうじゃばよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たくマコーロってのは大丈夫か。平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。その足、大丈夫っすか。騒ぎすぎ、全然平気。でも、しばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。作戦はどうするの。ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ。あ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前、今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。よし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコーロ。各自準備を整えて駅に集合。準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。俺は留守番っす。留守を守るっす。また舞台に出そびれちゃった。本番に弱いのかな、私。またチャンスはあるさ。あ、慰めてくれてる。ありがとティファン。力を抜こう。え、緊張してるだろう。ありがとう。よし、行こう。
当にモンスターがいたのか。自警団のおかげで平和になったと思った。そんなカンパニーは緊急の回答を。アバランチだ。なくなっちまえ。スラムに住みたいって人が。昼ご飯は。先輩、ラブレスのチケットが取れたんですけど、一緒に行きませんか？勤務中に何を言っている？アバランチはスラムに潜んでる。気を抜くな。アバランチなんかに負けちゃいや。爆破予告のこと、みんな知ってるのよ。爆破されれば、みんな腰折れるじゃない。今日の分の日。クラウドさん、研究にご協力いただきありがとうございました。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。共にシンナに対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。一昨日帰ってこられなかったし、もう耐えられない。戻ってくるかもしれない。おう、列車が来たらそっからが作戦だ。準備はできてんだろうな。ピックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。魔航路止めないと今日もやるってな。悪いのはシルダだ。しれっとしてろ。